今日も CNC の動画続きですね。 1,2 週間ほど前にミスミのメビーっていうオンライン施策のサービスを使って、CNC の左右を支えるためのプレートっていうのをちょっとアルミから鉄の板に交換して、あと固定する高さを2段階変えれるようなプレートっていうのをちょっと2枚 L と R で発注したんですけど、それが今届きました。はい。まあ、私もミスミさんからこんだけ材料とか部品を買うことになる人間になるとはちょっと思ってなかったんですけど、今回はもう材料を加工してから買うっていう感じのスタイルですね。既存のなんか在庫品を買うのではなくて、自分専用のカスタム部品を買うなんてことはちょっとやることになるとは思ってなかったんですけど、ひとまずちょっと来たので開けてみたいなと思います。はい、中身ちょっとここまで出しました。なんかまあ基板の試作サービスとかもそうなんですけど、自分が描いた図面で物ができるってなんかすごい夢ありますよね。仕事で考えたら当たり前なんですけど、なんか個人でこういうことができるようになってるっていうのが改めてすごいなと思うような感じがします。はい、あれですね、梱包はすごいオンラインで機械的にやってる割には梱包はね、なんかすごいアナログでこの養生テープの貼り方とかにはなんかすごく人が関わってるなっていうセンスを感じるのでこの辺はなんか人間味を感じるところでもありますけど、ちょっと養生テープも剥がして梱包1個出してみます。まあ中身今1枚出してみました。ちょっと反射するんであんまり傾け、まあいいか、まあこれぐらいだったら大丈夫かな。まあ想像はしますけど、やっぱりフライスかけてありますね。8ミリにちゃんと削って8ミリにしてくれてる感じです。板材が8ミリなんではなくて、なんかもうわざわざ両面からフライスして面が出てる感じですね。すげえな。なんか、工数という観点で言うとお金がかからないように片面からできるようにしたんですけど、結局なんか加工としてはですね、もう全部面取りしてあるんで、両面からやってますね。もうバリとかそういうのは全然なくて、まあ、そうなんだって感じですね。高えな、クオリティ。まあ正直、図面上はあんまり交差の指定とか何もそういうのを私やってないんですけど、もうなんか、やらなくてもやりますよぐらいの感じのクオリティですね。これすげえな。激安って感じじゃないですけど、まあなんか、頼んでないことまで予算の中でやってくれてるって考えると、全然お得感ありますね。まあなんかちょっとあれ、怪我いた後とか見たのがなんか、手動でやってんのかな？なんかちょっと怪我いた後みたいなのがある気がするんで、手動でやってるところももしかしたらあるのかもしれないですけど、全然不満のないクオリティです。美しい。望んでいたものができましたね。まあ、ただちょっと私が今使っているものはアルミなんですけど、これに変えただけで多分プレートだけで 2,3 倍の重さになっているので、これが合成に寄与してくれればいいなと思って今回はこれを作ったんですけど、早速これを NC にちょっと組み込むために NC で NC の材料を加工するっていう作業をしたいなと思います。でまず最初なんですけど、私が今使っているこのエボワンっていう CNC のサイドについている、まあ、合成をちょっと確保するのと、まあ、デザイン性と切削粉が飛び散らないように対策するための、まあ、ボックスの一部になっているサイドパネルなんですけど、まあ、今この彫り込んである部分がもともとアルミのプレートがついていた部分なんですよ。なのでまあこのサイズがもともとのサイドパネルなんですけど、まあ、そこに今回、まあ、ミスミさんでお願いしたこれをちょっと取り付けるっていうイメージになるんですけど、絵面としてはこうちょっと横に並べますけど、こんな感じ、まあ、こんな感じで取り付けるイメージです。で今ちょっと下が高さが揃ってないんですけど、まあ、ここに穴が開いてるんですが、これがこのサイドパネルを固定する上の穴なんですけど、ここに一応それが掘ってあるので、まあ、この上の部分、ここをまた掘り込んでやると、このプレートをここにそのままごそっと移植できるんじゃないかっていう今構成なので、サイドパネルのこの上の部分ですね、厚みがちょっと残ってるこの部分を掘り込んで、このプレートがはまるようなイメージ感にしたいなと思います。はい、終わりました。さっきこのサイドパネルのここから上はつながってたんですけど、まあ、手でやってもいいんですけどめんどくせえなと思っちゃって NC でガーッと機械的に同じ高さのところまで掘り込みましたね。適当に合わせた割にはそれっぽく削れたかなって感じですね。とりあえず今回ミスミさんで発注したこの板なんですけど、まあ、今まで使っていたアルミの板の場所に今回このミスミさんのやつをこのままパタッとはめるといくはず。でちょっと上も辛い位置になっちゃったので結構ぴったりでありますけども、まあ、本体の外観を大きく損ねず左右のパネルをアルミから鉄に変えることができるのはずじゃなかろうかという感じですね。ちょっとカメラ映ってないけど穴位置も一応ドンピシャで来てます。なのでまあこのオフセットかけた2個の穴の位置に対してずらして高さを調整できるような感じになったんじゃないかなと思いますね。あんまり私普段こういう図面引いてしっかり穴位置合わせたりとかすることないですけど、外注することで自分が適当にやってる工作がちゃんとできるんだったら、こうやって一箇所一箇所部品をアップグレードしていけばいつの間にか強靭な CNC になっていくんじゃなかろうかっていうちょっと今目論見で
やっていますね。そもそもこの板が必要なかったんじゃないかって話もあるんですけど、まあ私はちょっと切削した粉が飛び散る方が嫌なので、しばらくはこの合板のサイドパネルのまま行きたいなと思うんですけども、今回の改造としては、まあ、ちょっとつらいちって、つらいちでもないか、ちょっと 0.5 ミリぐらいオフセットかかっちゃってますけど、掘ってあるところの穴の径に微妙に余裕があるんでオフセットかかってますけど、多分これネジを締めるとつらいちで止まるんじゃないかなという気がします。でとりあえず今日はあんまりうるさくもできないし、始めるとやめれなくなるので、まあ、今日はこのサイドパネルにミスミで買った新しいサイドパネルのはまる溝を掘るっていう作業をちょっと今日やったので、まあ、これで今まで使っていた CNC そのままで工作するのは最後かなっていう感じですね。もうこれからこのサイドパネルを今回のミスミ製のものに入れ替えて組み立てると、サイドパネルは鉄になるという感じなので、今回スピンドルは変える予定はないですけど、あの GRBL のコントローラーとかレーザーモジュールとかを取り付けるという観点で言うと、その作業の前に一回このサイドパネルをつけて高さを調整してから行きたいなと思っています。冬休みから正月にかけてちょっとこういう CNC の改造作業っていうのがうまく進みそうなので、まあ、今のところ計画通りに冬休みに CNC を改造するっていう感じの材料が揃いそうなので、ひとまずはこの Z 軸のオフセットをかけて高さを調整できるようにするっていう作業をやりたいなと思います。